そんな配信をしながら私はじゃんスターバックスを飲んでいます。なんか今日までチョコレートじゃなくってなんかバニラクリームフラペチーノをに一つトッピング無料がついてくるみたいなやつみたいなやつやってて、チョコチップ無料がついてくるみたいなやつをやってたので、もう本当にもうなんかもう今スタバ不足で、めっちゃなんかずっとフラペチーノの新作がチョコレートなので、もうずっとスタバ不足なので、もう今日スタバ飲もうと思って、まあ明日でね新作が出るんで、桜明日以降飲めよって話なんですけど、もう今日飲みたくてしょうがなかったんで、うん、今日スタバに行っちゃいました。こんばんは、バレンタイン集めてます、皆さんぜひよろしくお願いします。え、それなギルド内で、なんか私今日の23時59分にあのなんだっけドライグのギルド解散するんだと思ってて、私その最後のギルドバトルが終わったら言えばいいやと思ってたんですよ。そしたらなんか勝手に解散されてて、そのありがとうも何も言えないまま解散しちゃってたんです。めっちゃ悲しいんですけど、つら、まあ、ツイッターでね後ほどお礼の文章だったりコメントだったりは残そうと思っているんですけど、何も言えなかった、マジでつらい、勝手に解散されてました。うん、なんか別に何でも別に教授にしてくれって言いたいわけじゃなくて、なんか時間ぐらい教えてほしかった。うん、別に23時59分までやってほしかったってわけじゃなくて、時間を教えてくれれば別にあの23時59分じゃなくてもよかったんですけどって感じです。もう教えてもらえてなかったので、あのギルドの中の皆さんにもありがとうとかバイバイとか何も言えないまま終わっちゃいました。マジで辛い、ごめん、寂しい。でも今日は今日で頑張ってたんです、私もお仕事なので許してください。差し入れのなんかパンみたいなやつ食べますはお仕事してました。もうなんかお腹いっぱい、さっき声出し解禁の映像を見てたけど、メンバーが本当に嬉しそうで泣けてた。もう終わってるか、マリアちゃんの集団。あ、まだやってるじゃん。なんか音全然聞こえない、なんでだろう。まだやってた、マリアの生誕、声出してんの聞きたい。え、全然音聞こえないんだけど。全然音聞こえない。
ファンの方の声聞きたい。全然ファンの方声出してくれない。ゾウネスさん、イモムシありがとう。美味しい。別に明日スタバ行かなくてもいいやって気持ち。17でもいい。てか明日踊れんのかな。まあでも10日以来だから踊れるかな。おいしい。エビアボカド。僕たちって8面こんなに出てんだ。あ、ファンの方の笑い声が聞こえる。すごい。なんか笑うの我慢してない笑い声。なんか楽しい。半数8。フフフ。ファンの方の声楽しい。聞けんのおもろ。
コール聞きたい。もう聞けないか。最後挨拶の時に何も言わないっけ、ファンの方って。何も言わないか。聞きたかった。聞けなかった。聞きたかった。なんかでもみんなが笑ってる声が聞けました。え、どうなんだろう、お見送りはさ、どうなんだろうね、声出し可能なのかな。ちょっとそこら辺は分かんないんですけど、ちょっと分かんないです。でもまあ楽しみに明日頑張りたいと思います。めっちゃさ頭皮痛い。取っていい？ごめん、可愛い髪型でさやりたいなと思ったんだけどさ、取るわ。マジ頭皮痛い。今日のハーフツイン、今日のハーフツイン取れない。待って、あ、取れた。よかった。あ、取れました。ん？取れないかも。マジか。無理だよ。どうしたらいいの？こんなに硬い。硬い。ダメだ。取れない。え、なんか髪の毛全部抜けそう。マジでやばい。え、本当にやばい。え、硬すぎて無理。え、どうしよう。こんな硬くなくていいんだって。今日の今日は硬くなくてよかった。お仕事だったんだって今日は。なんでこんな硬いの。よいしょ。もう諦め。え、本当に取れない。なんでメイクさん、こんな硬くなくていいよ今日。よいしょよいしょ。あ、取れた取れた。あ、取れた、取れました。すごっ、ガンガンじゃん。なんで今日こんな硬くされたんだろう。まあでも取れるよりはね、あの仕事中に取れるよりはいいんですけどって感じ。
頭皮痛い、マジで頭皮痛い、明日は公演があります。一応ね、まあバレンタインの次の日だけど持っていくべきかなと思い持っていきたいと思います。市販です。はい、作ってる余裕もないし作ることもできないです。チョコ触れないんで。あとどれぐらいなんだろう。どういうこと？あ、バレンタインポイント？今44万ポイントとかだったから、あと6万ポイントです。11時ぐらいまで配信はする予定の予定なので、予定なんですけど、まあ長期で見て。って感じ。うん、いや、そんな急がなくてもいいよそう、無料のバラがいっぱい投げられて11時ぐらいまでに行けばいいなと思ってます。すごい。トラック野郎さん、芋虫ありがとうございます。マナザウルちゃん、おこうちゃんありがとう。トラック野郎さん、チョコ塗りのバラありがとう。アーターさん、タワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがアリスタワー、アーターさんありがアリスタワー、ありがとう。すごかった。なんかキラ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 リンみたいな効果音ついてなかったけど、なんかついてるぐらいの気持ちでした。ありがとうございます。でも本当に全然ゆっくりで、でもありがとう、アーターさんありがとうございます。ありがとう。みんなもバラをぜひ投げてください。バラ集めてます。嬉しい、ありがとう。すごかった。え、すごかったね、今キラキラリーンみたいな効果音つけたかったです、うん、スーさん赤バラありがとう。あ、違う、赤バラはあれなのか普通のなのか間違えた、チャレンジからもらえるやつだったまあいいや。
し。トシさん、チョコ塗りのバラありがとう。スーさん、猫ちゃんありがとう、ありがとうございます。ジジョージヒカルさんもありがとう。わすごい、フレームなんだっけこれ。スミちゃん、トランプフレームありがとうございます。別にまあ誰が達成しててもどっちでも私が達成するかしないかなんで別に何でもいいんですけど、うん、ぜひ皆さんバラを忘れずに投げていただけると嬉しいです。ともゆきさん、白うさぎちゃんありがとう、ありがとう。あの本当とにかくバラをな集めてます。今日14日だけどウェルシア行けませんでした。全然18日に行きましょう。じゃあウェルシアって何時までやってんの？お店によるか。絶対この時間もやってるとこあるよね。0時までやってるところもあります。そうなの？何ハルピョンの日って、ハルピョンの日って何ですか？ハルピョンの日って何ですか？ウェルシアのハルピョンの日とは。最寄りは24時間営業、24時間、あ、じゃあお店によるんだ、きっと。多分さっきの方はやってないってことだよね。あと19,140ポイント待って、私これ21、23時までやる必要ない、あれあれ私これ23、なんかなるべく長く時間設定してみんながバラにバラを投げやすくしようかなって思ったんだけど、あれ私これ23時までやる必要性ない。必要性はなくても需要はあります。確かに。じゃあその需要だけで生きていくわ。
なんか今ふと思ったんですけど、さっきのサンドイッチ食べててふとさっき思ったんですけど、このなんかバレンタインにサンドイッチとかおにぎりとかみたいな、そういう手作りを送る人っているのかな。え、それはないよっていうかもしれないけどさ、でもさ、チョコレートとかそういう類だって一緒じゃんね、じゃない。おにぎりと何が違うのって言いたくなる。少ないとはいると思うけど、いると思います。女の子からラーメンもらいましたチョコを送る日っていう企業の戦略。でも私も今日お仕事あったんですけど、メンバーからいろんなお菓子をいただいて嬉しかったです。でも私は今日のお仕事はちょっと人が多かったので、もう明日の B 公演だけでいいやと思って明日の B 公演メンバー分しか買ってません。すいません。バレンタインとかマジ興味ない。本当に。サプライズレバーさん、芋虫チョコありがとうございます。すごいいっぱい芋虫飛んでる。やばい、ちょっとなんかやばい、ありがとう、わー、ありがとう大群が来ました。すごい、なんだ今3つぐらい来た。トラック野郎さん、アリスフレーム、トランプフレーム、ありがとうございます。ありがとう。なんか今日アリスっぽい 色味服装。え、なんかこれでなんかもう行った気がする、バレンタインの。だって今芋虫いっぱい来たよ。無理かな、バラもいっぱい来てるし。いけてる気がする。こんばんは、ドッキリ新規ですドッキリ新規ありがとうございます。初めて言われた、ドッキリ新規なんてありがとうございます、嬉しい。見てくださってありがとうございました。めっちゃおもろい、ドッキリ新規。
その言葉だけで笑うもんね。ネイルかわいい。え、もうボロボロだよ。でも明日もこのまま公園出ようと思ってる。別にいいでしょって気持ち。やばいかな。いいでしょ。そんな爪も見えないぐらいのパフォーマンスします。はい、明日さっきーさんと初めましてだ。嬉しい、ありがとう。スタッフさんありがとうございます。あ、れいちゃまもいるの。明日初めまして、やったー。誰がこの中で誰が手作りしてくると思いますか。誰かしてくると思います。なんかバレンタインは持ってきそうなメンツじゃない。結構くるちゃんとか、くるちゃんぐらいかな。セナタンとかも持ってきそう。なぎちゃん持ってくんのかな、こういうの。そんなイメージない。え、ちゃまとか絶対作んないでしょ。絶対作んないよ。セナタン今作ってる。本当に？でもそれ私たちにじゃないかもしれないじゃん。私たちにじゃないかもしれなくない？待って、レイちゃまもな、生チョコ作るって書いてありますよ。なんかダンス謎の配信してるんだけど。まあいいや。レイちゃま、レイちゃまへ、私生チョコ食べれません。え、セナタンの配信が見つからない。お見送りは大切ですよ。それはだって最後にありがとうっていうのをさ、こっちも伝えたい。セナタンの配信が見つからないです。え、50万ポイント、わあ嬉しい、ありがとうございます。万歳。本当ですか、マジ。本当、やった、万歳。何もらおう。
でも今日その話をマネージャーさんとしてて、何がいいと思い、もうなんか私は達成する気満々で、行くと思いますかね、どう思いますか、でももらなんかもらえるとしたら何がいいと思いますかねみたいな話してたら、なんかあれ皆さんに言われてるんでしたっけ、どれもらえるやつはどれですみたいな言われ知ってるんでしたっけ、ファンの皆さん。写真3つだけ言われてんだ、こうやってポンポンポンって。でもそう、なんかアイロンかコテかドライヤーかルンバ、お掃除ロボットか猫耳のこのヘッドセットみたいなやつの5つのどれかって言われなんですよ。でなんかマネージャーさんになんかどれがいいと思いますかねって聞いたら、でもこの猫耳つけてほしいですって言われました。女性のマネージャーさんなんですけど、はい、そうそうそう、一番上3点セットじゃないんですよ、残念ながら。はい、悲しい悲しい現実。どこ行った、そのそれのことが書いてある。バレンタインのやつが書いてあった、これだ。あ、違った。あ、なんか写真と変わってます。でもまあ私はなんかどっちかだなと思ってて、あのファンの皆さんが見えてる写真のやつとは変わってるんですけど、でも結局私はカールアイロンもあの今自分のあれがあるんですよ。あの全然最近使ってない、もうマジお話し会で髪全然巻かなすぎて全然使ってないんですけど、そうあるんですね。でもなんかこのドライヤーはめっちゃいいって言われてる、ドライヤーのドライヤーで、そうなんか髪を大事にするにはドライヤーからみたいな、そうっていうのがあって、まあドライヤーも持ってるけど、でも別にね家にね1台あれば十分じゃないみたいな感じじゃないですか、ドライヤーなんて。でもいいドライヤーを使った方がいいっていうのはそりゃそうで、そうでも私も割といいドライヤー使ってるんですけど、このいただけるドライヤーマジでいいドライヤーなんですよ。そう本当にだから悩んでて、ロボット掃除機、そうだってピーってやったら、あとはロボット掃除機はロボット掃除機ピーってやったらだって勝手に動いてくれるんでしょ。そうだから迷ってます、そんなどっちかで迷ってます。うん、ドライヤーかロボット掃除機。迷ってます。あの猫耳のイヤホンは残念ながら無理です、絶対に無理。ゲームとかのさ実況とかしてる人とかだったらさ、 YouTube のさチャンネル持っててゲームの実況してますとかの人だったら可愛いけどさ、うん、使わないしヘッドホンまず。考
考えたら。ロボット掃除機は部屋が片付かないと。だからこれを機にパパに掃除してっていう、うん、ねロボット掃除機もらうからお願いだからこの部屋掃除してって言います。あ、本当だ、50万ポイント達成したからテロップ変える、ありがとう。え、違うんですよ、私のものじゃなくてパパのものがいっぱい転がってる部屋があって、そう、その部屋をちゃんと片付けてもらいます。はい、じゃないと、そう、え、別に私がやっていいんだったらどんだけでもやるんですよっていう話はずっとしてるんですけど、やってくれないので、そう、でもパパがそれを言うとパパはなんかこれをしまうところをまず片付けないといけないからみたいな、だから これここにあるものが片付けるためにはそれをしまうところを片付けないといけないから、でそれをしまうところを片付けるためにはそれをまたしまうところを片付けなきゃいけないから無理って言われました。片付けてください。はい、私も人のこと言えないんですけど、私もそのタイプだから、これを片付けるにはこれも片付けなきゃいけないの、このここを片付けるにはこれも片付けなきゃいけなくてってなる。もうどんどん、まあ、ありがたいことに公園に出るたびにぬいぐるみをいただいているので、もう私のお布団ベッドはねもうぬいぐるみしかいないんですよ。そうなので私は今寝るところがありません。はい、なのでママと寝てます。はい、別にこれは私は悪くありません、皆さんがぬいぐるみをくださるからに。はい、私は何も悪くない。だからぬいぐるみ一旦ストップで、本当に多すぎる、一旦片付けます、あのお家を、まずお部屋を。はい、ありがたいんですけどね、とってもとってもありがたいんですけど、ミフィちゃん大好きだし、なんか本当かぶらないように皆さんもくださるし本当にありがたいんですけど、ミフィーをママがもらうのでストップしなくてもいいです。あ、お母さんから来たんですけど、ということはお母様の布団の上もミフィーだらけになるということでよろしいですか。ということはまた私が寝る場所がなくなりますよね。私は今度誰と寝たらいいんですか。はい、あれあれ、いや、パパはパパで、あのいろんな、なんていう、他のものと寝てるんですよ。はい、なので私は誰と寝たら、こたつですかね、リビングのこたつ、風邪ひきます。はい、やめてください、こたつで寝かせないでください。家買おう、だって家買おう、
そうそう、皆さんにここで嬉しいお知らせです。イエーイ。本日ですね、本日の先ほどですかね、合ってますか、わかんないんですけど、ロガールさんの私服グラビアが公開されました。嬉しい。バレンタインとかいうハルピョンが一番無縁の日に公開、やったね。ということで皆さんぜひ私服グラビア見てください。よろしくお願いします。結構なんかおしゃれな感じに撮っていただいておりますので、はい、なんかして本当にどれも素敵な写真で全部いいなって思ったので、ぜひ。なんかこれはどういうポーズの写真っていうポーズもあるんですけど、指定されたポーズで撮っただけなので、あんまりなんか突っ込まないでください。はい、すいません。なんかネットに載ってる写真あんま鮮明じゃないね。私があそこのあれの時に見たスタッフさんに見せてもらった写真の方が鮮明。そりゃそうか、それはそうなのか。スタッフさんにこうやって見せてもらった、そうカメラで見せてもらった写真の方がめっちゃ鮮明。椅子に手かけてるって言ってた、あれは別日に撮ったやつなので、はい、あれは別日なのでまた多分別の日に投稿されると思います。はい、オフショットはないんですか。この日に撮った時にマネージャーさんが本当に少なくって、そうだからマネージャーさんがいなかったんです。もうカメラマンさんと私みたいなで、なんかいろんな場所行ってなんか撮ってっていう感じだったので、そうなので撮って、まあのオフショットはないです。で携帯もその日持っていけなくて、そうマネージャーさんが いらっしゃらなかったから、預ける人もいなかったので、うん、そう持ってたら写真に写っちゃうでしょ。だから携帯はカバンと一緒に置いて行ってたので、うん、なんかこのパンのやついっぱい余ってて、いっぱいもらってきたけどお腹いっぱいだな。今日か明日に食べないと賞味期限が来そうなので、明日の公園うちは持っていくから見つけて。わかりました。こういうパンってでも惣菜パンみたいなパンなんですけど絶対ダメですよね。今日か明日ですよね、こういうのって。本当は本日中とかなんだろうけど、今めっちゃ逆の間違えた話していい？箸逆で食べてた。バーカでもワンチャン公演前に食べようかなと思って、お弁当1個を丸々食べるよりは公演前にこのちっちゃいパン1個、ほんとこれぐらいのパンのサイズなので1個食べてよしとかの方が良くないですか。しゃっくり
タックル出るときは水を同時に大量に飲むといい。だからこれは明日のその公演前に食べよう。髪型大人っぽい。え、ねどうしよう、明日の髪型めっちゃ迷ってます。今まだでも17もあるんですよね。どうしようかな。まあ明日のメンバーのやってる髪型見て決めます。はい、もうほんと髪型かぶらないのがマジ私の中では一番大事にしてることなので。だってもう私はこれからもいっぱいドル分けは出れる予定じゃないですか。はい、私のポジション同じ子が今正規メンバーでは一人なので、私しかいないので、そうそう、うん、だからもう私が出る、私が仕事で出れないとかだったら出てもらうことになってしまうんですけど、だからもう髪型はいろんな髪型やろうって決めたんですよね。うん、公演に出る回数が多いとやっぱりお給料も変わるんですか？変わんないです別にこの公演に出たからじゃあこんだけねとかっていう感じではないので変わんないです。ただ公演に出れば出るほどファンの方はまあもちろん減ることはないじゃないですか。公演に出てファンが減るわけはもうなんかよっぽどやらかすぐらいじゃないと減らないじゃないですか。だから公演に出たらファンの方が一人でもまあプラスゼロ以上にはなる、プラス、まあ、私の場合はまあ増やす自信がある、私のパフォーマンスを見ていただけたら増えていただける自信がある。だから公演にたくさん出てピョンズをたくさん増やしてお話し会だったりとかにたくさん来ていただいて、それでファンの方にハルピョン推してて楽しいなと思って推しにしていただいて、そしたらファンが増えてより増えて、でもっともっとなんか広めていただいたりとかしてより増えて、そしたらまたお話し会が売れて、そしたら運営の方にあこのメンバー人気あるんだなって思っていただけて、で選抜に入って給料が増えるっていうことはあるかもしれないです。はい、そう、でも公演に出たからお給料が増えますではない。ただ公演に出たからこうなって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 結果的にはお給料増えるかもしれないよねっていうのはあるかもしれない。まあそれは確実に増えるっては言えないですけど、もちろん、うん、そうそうそうって感じです。だからなんて言うんだろう、そう、別にそこに関してのあれは関係ないかなって感じ。風が吹けば桶屋が儲かる的な。メンバー同士の給料は分かんないです。はい、全く知らない他の周りの給料とか。
聞けなくない？なんか自分より後輩が多かった時のなんか気まずさ、自分より先輩が少なく自分の方が多かった時の気まずさ。だって絶対自分が言うってこと、相手が言うってことは自分も言わなきゃいけないわけじゃないですか。でしょ？だから自分の言いたくないから人にも言えない。ん？人のも聞けないかな。でも私は別に他のメンバーの給料を知りたいとは思わなくて、他のメンバーというより他の同世代、他のじゃあ22、3歳がどれだけもらってるのかを知りたいです。自分の周りの方が知りたいかも。自分のその友達、プライベートの周りの方が知りたいかも、うん、そうそうそう、前も言ったけど、うん、まあそりゃね、多分つく職によって違うとは思うよ。そりゃそうよ、うん、絶対それはそう。友達の給料事情なんて探れなくない？絶対無理なんだけど絶対聞けないんだけど、うん、仲良くても聞けないわ。いや多分私がこれが普通に一般企業で働いてる人だったら聞けたけど、やっぱ一応芸能界って場所で働いてるから夢を持っておかないといけないじゃんでしょ？ってなった時になんかじゃあ友達の給料聞いて自分の給料言って言うのか、その時言ったとして、えっ？ってもっとアイドルってもっともらってると、 AKB ってもっともらってると思ってたとか思われたらもうなんかごめんってなるじゃんでしょ？僕同い年で今年から社会人なのでお話し会で給料教えます、嬉しい私教えないけどいいですか？ありがとうございます。そうだから言えないじゃん。え、友達とご飯行ったら割り勘ですよ。それはそう、普通じゃない？割り勘、うん、まあ割り勘です。なんか例えば、え、私の方がちょっと多く食べたから払うよとかはあるけど、基本自分が食べたものを払う。でも例えばそれこそ、じゃあ私はね結構友達にあのお車を出してもらったりとかしてるので、なんかそういうところで、え、じゃあ今日あのちょっと多く払って、え、いや違う、今日のドライブ代ありがとうって言って渡すことはあります。ちょっと多く払うこと。でもそれはその友達の車に乗せてもらってるし、ガソリンがその友達持ちじゃないですか。でしょ？それは普通のことだと思う。そう。そうそうそう。私は本当そんな感じです、うん、ありがとう。まあ、富山はねマジ車社会なんで本当に、そうそうそう、車持ってたりとか車を運転したりとかしないともうマジで生きていけないあのところなんですよ、富山って。
あ、もちろんそれはそう。なんかあの私のめっちゃ仲いい友達も一人お酒マジで飲めない子がいて、そうだからそれは考慮してますちゃんと。っていうかその子がいると大体そういうめっちゃお酒飲もうぜみたいな雰囲気にならない。別に私だってジュース美味しいと思ってる人間だからまだはい、全然平気。そう、私だってそういう人間なんで、別にわざわざお酒を飲みに行こうとはならない。ですね。意外とちゃんとできる女なんですよ。そうやって運転してくれたお友達にありがとうっていうこととか、意外とできる女なんですよ私。すごい左肩痛いんですけど。飲みが一番ではないうちに遠出を進む、どういうことだ。家計簿とかつけてるんですか。だってつけてないですよ。でもまあもう学生も終わりますし、なんか考えていかなきゃいけないのかなとは思います。もっと自分のなんだろう、お金周りのこととか管理しなきゃいけないのかなとは思います。でも一応ちゃんとレシートは保存っていうかみたいなことはしてて、終わる予定って感じです。はい、学生に関してはすいません、なんかちょっとあのなんかすいませんちょっとそこはまだ分かんないんですけど、うん、ハーフアップもいいね。でもマジ劇場ハーフアップ恐怖症なんですよね。怖い怖い。知ってる人だけが知ってればいいんです。うん、もともと映画行く人じゃなかったから全然いい。最後に映画行ったのいつだろう。卒業旅行もなんかそれこそ大学の友達とっていうよりはその高校の友達とか、あとはさっき言った仲いいお友達と、なんかまあ別にそれこそ高校の友達は、まあ、来年から就職、みんな就職するからなんか会いにくくなるからなんかどっか行こうみたいな話はしてたりとか、それ他にもその仲いい友達とはなんか別にもうすでにその私と仲いい友達2人とも就職してて、あ、1人就職してて、もう1人は別に就職してない、まだ就職してないんだけど、でも社会経験も結構ある子で、そうそう、だからなんか別にそんな変わんないんです、そっちの仲いい子たちは。でもその高校の時に
部活が一緒だった仲良しのグループみたいなのがあるんですけど、そう、その女の子たちとはなんかどっか行こうって話にはなってたんですけど、やっぱりそれぞれ大学生活があって、それぞれ大学生で仲いい子がいてっていうのもあったりとか、あとみんながみんなもう今富山にいるわけではない、そう、なんか大学を県外に行っちゃってる子もいたりとかして、そうだからなかなか会う機会とかがなくって会えないよねみたいな話してたりとか、あとは3月なんてマジで私本当に分かんないじゃないですか。もうじゃあ4月30日にコンサート3つあるんですよ。エイトの公演昼夜と、その4月29の AKB のコンサート、だからもうそれだけでも頭パンクするのに、で石川でのイベントもあるでしょ、そのレッスンも絶対入ってくるでしょ、もう3月なんて忙しいやったらありゃしないみたいなそうだからスケジュールが分かんないから、そう私は本当にいつも行けない。なんか前も8月ぐらいに集まってた時があったんですけど、その部活の子たち、そうグループ6人ぐらいのグループがあるんですけど、その行けなくてそうめっちゃなんかそこでなんか個々で会う子はいて、友達はいて、でその子たちからなんか後々、あなんか夏の時こういう話してたんだよねみたいな話を後から聞いて、そうなんだみたいなそうだからみんなが知らない情報、みんなが知ってる情報が分かんない、だからもう早く会いたい、そのみんなに今本当にみんなの情報早く全部教えてほしい、てかマジでもうなんか録音しといてもう全部流してほしい、こっちにじゃないと追いつけないそう、うん、3月はだからもうちょっとほんとなんかみんな3月今しかないからみたいな言うんですよ、私の友達は。今しかやっぱ会えないし、なんかやっぱりどうするにも4月から就職ってなるとみんなの休み合わせられなくなるから3月のうちに会おうって言うんですけど、いや3月が無理なんよむしろ本当にもうそれが本当に辛いです。でもしょうがない、それが仕事だもん私は、うん、本当に。だから別に嫌だ、それが嫌なわけではない、もうそれはしょうがない。でもこういう気持ちはもう13の時14の時からしてるから、もう何とも思わない、なんかむしろごめんみたいな気持ち、本当になんか悲しいとかじゃない、ごめんそうっていう気持ちですね、なんか予定合わせれなくてごめんみたいな感じ、マジで。でしかも分かるのもギリギリだから合わせれないし、ピアアリーナに招待、チケット代結構ちゃんと値段するじゃないですか、そこなんですよね。じゃあお前が招待してお前が払ってやれ、いやそんなお金持ってないんすよはい、申し訳ないんですけどそんなお金持ってないんです私って気持ち、うん、チケット代がねちゃんとするんですよね値段。なんかその一人友達はなんか行こうと思っ
行きたいなっていう気持ちはあったけど、でもやっぱその仕事があるからで6時開演は間に合わないごめんみたいな、そう、ああそうなんだねって話。その時間にピアリーナまで行けんみたいな、うん、うん、そう。でもその子は関東で就職するっぽいんで、なんかえマジ劇場来てよって言っときました。はい、3400円なんで劇場来てよって言っときました。え2400円なの？え女の子だから？マジ？女子の方が安い？え本当？え2400円だよって言っとこ。そうなの？女の子って2400円で見れんの？え最強じゃん女子。やば、女子になろう。女子だったそうなんだ。え3400円って言ってるから3400円なのかと思ってた。2400円なんだ、びっくり。じゃあN2400円にします。すごいめっちゃ男性の方々がすごい怒ってらっしゃる。私に言わないで郡司さんに言って私に言わないで。女子でよかったって毎回思ってる。でもみんなもさ、ステージのさ、ステージじゃないや、客席にさ女の子がいっぱいいたら嬉しいでしょ？でしょ？隣が女子だったら嬉しいでしょ？みんなも。今度サムネイルで女性限定公演やるからドロアケでもやってほしい。え絶対女の子受け、ドロアケ良さそう。ドロアケってかチーム B 良さそう。結構でもさ普通にやってても女の子多いんですよね、チーム B の公演。そうそうそう、うん、結構多い。メンバーは女性にレスを送るからこっちにレスが来なくなります。私が送ってあげるよ。私が送ってあげるよね。嬉しいでしょ。明日って寒いですか？なんかパーカー、裏希望と裏希望じゃないやつ持ってるんですけど、明日どっち着ようかなって。うわ9何度、9度ん合ってる合ってる、千代田区9度え18、19、めっちゃあったかい。お話し会の日だ。
9度はあったかいですか？え、どうだろう。富山からしたらあったかいっすよ。列車が時刻通りに夢に向かって進む。あ、風があると寒い。なるほどね。もうマジで頭皮さっきので痛すぎて。え、バレンタイン会なさすぎる。え、でもこの間アリスの格好したからバレンタイン感あったよね。じゃあいっか。今チョコチップフラペチーノクリームバニラクリームフラペチーノチョコチップ入り飲んでるし。十分バレンタインです。パンダさん、お紅茶とチョコ塗りのバラありがとう。ありがとう。寒い。今日はさっきも言ったけど11時ぐらいに配信終わってお風呂に入って、明日の公園のやつを、え、もう10時なの？やば。明日の公園のやつを覚えて、頑張ります。何が原因でチョコが苦手になりましたか？なんかそんなチョコレートって人間関係みたいな感じなんですか？別になんか苦手だなと思ったから苦手なわけでありまして、全然あれです。明日ディズニー行ってきます。え、待って、なんで劇場には来てくれないの？ドン・キホーテにはなんで来てくれないの？ねえ、どういうこと？ねえねえ、教えて。ねえ、ドン・キホーテにはなんで来てくれないの？ドン・キホーテ8階でディズニーランドよりも楽しいなって。ドン・キホーテ8階ってディズニーランドよりも楽しいなって。ねえ、どうする？エイダシュさん、チェシャ猫ありがとうございます。パンダさんもチェシャ猫ありがとうございます。比べるわけじゃないけど、ディズニーだって楽しいし。
っと今メール書いてます、すいません。すいませんね、急に静かになりまして、はい、こんばんはって感じなんですけど、こんばんは、どうも皆さん、こんばんは。春になると新しいスニーカー、そうなんですよね、私も今めっちゃ欲しいスニーカーがあって、スニーカーっていうのかな、靴なんて言うんだろう、うん、めっちゃ欲しいやつがあって、そうっていうだけの話なんですけど、すいません。クロポックさん、チシャ猫ありがとうございます。これは明日の公演前に食べるでしょ。これとこれを、おにぎりもあるんだよなそう、今日の朝食べようと思っておにぎり買ったんですけど食べなかったんですよ。迷うな。コンビニのおにぎりって冷凍したらどうなります？よくない。食べた方がいい。だったら冷凍して後日お茶漬けとして食べる、どうなります？ダメ。なんか捨てんのもったいないじゃん、せっかく買ったのに。それなら大丈夫。あ、じゃあそうします。君は冷凍だ。何味？焼き鮭ハラミ。君は冷凍だ。今日差し入れでもらったお菓子は3月13、3月12、まだいけそう。2月16、大丈夫。今週中に食べる。でもこのパンはさ、冷凍はちょっと怖いので、今日明日で食べた方がいいかなと思って。今日明日で食べたいと思います。はい、こんばんは。あ、そう、今日橋本春奈のやってみっちゃがいっちゃん系 NB さんで放送されました。嬉しい。はい、ただ T
TVer さんではまだなので、また公開されたら一緒に見ようかなと思います。あとはなんか TVer 橋本春奈の年末スペシャルが、ちょっと待って、アプリ更新だわ。 TVer確か、そう、 YouTube に上がるのはだいぶ後なんだけどね待ってて、年末スペシャル未公開シーンが明日までなんですよね。明日の23時59分まで。なので皆さんぜひ見てください。未公開シーンはちょっとあれに乗るのかわからないので、 TVer に乗るのかちょっとわからないので、あ、 TVer じゃないや、 YouTube に乗るのかわからないんで見た方がいいよって言っときます。お、1万人超えた。1万人でお弁当食べたいな、ありがとうございます。そう、今日バレンタインだから TikTok あげようと思ってたんですよね、バレンタインの。これを載せようと思ってました。忘れてた。今から載っける。バレンタインデーキス、ワロタさんの。アリスの格好で撮った。投稿よし、投稿完了。あ、嘘、あと 15%。 今日も可愛くてありがとう。あ、こちらこそ、そう言っていただけてありがとう。パン2個もあるんですけど、どうしよう。どっちも食べるか。
今日1個、明日の朝1個にするか。でもこれを明日の朝まで持ち越した時に味的に美味しいのかどうなのか、なんか食べれる味なのかっていうのが不安なんですよね。なんかマヨネーズっぽいの使って、こっちは絶対多分今日食べなきゃいけないからダメ。こっちは味的に平気なら明日に回したい。チーズハンバーグみたいなのが入ってて、多分マヨネーズみたいなドレッシングも入ってるんですよね。どうだろう。あ、投稿されました、みんな見てね。バレンタインデーキース、チョコチップ、すいません、メールを書いております。どうしよう。でも明日の朝2個食べる元気はない。多分このアボカドのやつは、アボカドのもう一個あるんですけど、アボカドのやつは多分今日中に食べないといけなさそうなので。でもこれをもう一個食べてるお腹はないので、これは明日の朝食べます。はい、ということで今日食べるのはこちらだけ。お姉ちゃんにあげたら、だってどっち食べたいもん、食べたいからもらってきたんだもん食べたいからもらってきたんだもん、なんか悪い。私が食べたいの。食べたいからもらってきたの。だからごめん、野菜食べるから許して。サラダ食べてます、すいません。これは冷凍しない。明日の朝普通に冷蔵庫に入れて明日の朝食べる。コロパックルさん、うさぎちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ん、でも明日の子はサッキーさんいるのか。ってことはサッキーさんのファン、サッキーさんってドラアケやってましたよね、昔。だからサッキーさんのファンの方はドラアケの公演知ってるはずだ。うん、めっちゃ心強いね。
やった。全員知らないとかじゃなくてよかった。パンダさんハートありがとう。今日この後やることメモしとこう。何するんだっけ。うわ忘れた今。パンを冷蔵庫そんなんもメモらないと分かんないの。冷蔵庫に入れる、これとこれ入れる、あそうだポールに関するツイートと、あと私10日のドボーンやってないんですよね。ドボーンタイム今やればいいんだ。それは今やる。ちょっと待ってね。コールのツイート、コールのツイート今やろう。ドラエグのツイート、落ちちゃった、やばい。あ、お茶漬けのためにおにぎり、おにぎり冷凍。さすがにお姉ちゃん勝手に食べないっしょ。自分が入れたもんじゃないんだから大丈夫っしょ。ちょっと待ってね、今コールのツイートをしてます。今送らないと明日の公演までに見てくれないかもしれない。みんなが困る、それは困る。困った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 。やばい、頭おかしくなっちゃった私が泥明けで
ハーフツインしてた日っていつだったか覚えてる人っています？そんな人いないですよね。探します。巻きのハーフツインしてたの。覚えてないですよね、さすがに皆さん。私が多分写真漁った方が早い気がする。探すわって言ってくれてる人がいる。私と探すのどっちが早いかな。もめしばしばなんだけど。巻きのハーフツインね。あった。はい、ハルピョンの勝ち。いや、そりゃそう。先に私が話し始めたんだから。そりゃそう。当たり前。ごめん、ありがとう、見つけちゃった。見つけました。キャッチフレーズもツイートしとこう。よし、コールのツイート完了。チーム B のお試しメール取って、ありがとうございます。私なかなかあのお休み夜ばっかりちょっと送ることがメール送ることが多いので、なかなかなんか昼間とかあれハルピョン寂しいなって思うかもしれないんですけど、なるべく昼間も送れるように頑張りたいなって思っているので、はい、ぜひ楽しみにしてていただけると嬉しいなって思います。なるべく毎日送るぞっていう気持ちではいるんですけど、やっぱりお仕事の関係だったりとか時間もねやっぱあるので、指定みたいなのがそれで送れないっていうこともあってしまう日もあるかもしれないんですけど、もうほんとできるだけ毎日送っているので、ぜひ楽しあの期間中はね楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
そんな感じかな。はい、今日のピョンムービーは今話題のあのメンバーと撮ってきたので、楽しみにしていただけると嬉しいです。まあ、多分何の仕事だったか分かると思います。今日のピョンムービー見たら。明日はサッキーさんと撮りたいなーっていう気持ちです。でも私が声かけれるかはわからない。サッキーさんって誰と同じポジション？セナタン？やばい、こんな時間にもぐもぐしてたらこんな時間に食べてんのってまたコメントくる。やだ。ってことは MC セナタンじゃないや、サッキーさんいらっしゃいますね。うん、そこでお願いしようかな、公開。もうはいと言わざるを得ない状況を作る。後輩からの圧。絶対そんな状況じゃなくてもサッキーさん、いいよって言ってくださいそう。ハロピョンのお試しメール取ったらメール倍届くと気づいた。やばい、おもろすぎる。そうですね、ピョンムービー断られたことはないです。でも私もなんか緊張してます。うん、なんか嫌だとか言われないかなとか思いながら選んでます。選んでるってか交渉してる。心よく引き受けてくださりそうな人。仲いいメンバーとか多くなって吉田カレンばっかりになるんですよ。
本当に。でも2月はまだ多分登場してないので、2月撮る機会あるかな、カレンちゃんと。うん、うん、愛媛今。そうなの。もざってます、マジ？もざもざ、ごめん。頑張れ。あやなさんとは撮ったことありますか？ないかも。ジョンマイラブ93回見てる方がピョン鉄見たかったって言ってました。気持ちだけ受け取っておきます。ぜひあのピョン催眠術にかかる見てくださいはい、ありがとう。ごめんね、実力がなくて。そこに関しては本当に申し訳ないし、キス、うん、なんだっけ、キスキスキスでお世話になったリサさんも出たらいいのにって言ってくださったんですけど、自信もなかったし、やっぱ実力ないっていうのも分かってたから、ちょっと自分からスタッフさんにやりたいですって言えなかった、うん、あ、ドボン配信しようって言ってたんだった、忘れてたよ。やろ、10日のドッポンタイムやってないの気づいた、焦った、気づいた、ちょっとツイートしなきゃ、やってないって思われちゃう。
テリ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 、危な、ツイッターに半目の写真載っけるとこだった。なんか全然ドボンタイムローディング中なんですけど、つらい、頑張れドボン。ローディング長い、無理私ほんと待てない、せっかちな女なんすよ、ほんとに申し訳ない。でもこの時間ってめっちゃ無駄じゃんって思っちゃう。全然来ない、マジやだ、無理。やります。じゃんけん、パー、負け。ボーナスタイムやってる、勝負に出よう、対戦相手を探し中。久々に対戦したいよ、だって。ありがとう、ぜひ音に合わせちゃってください。え、絶対もざってますよね、今200だもん。300、モサモサだ、ごめん。そう、私ご飯食べ行っても並びたくない、絶対無理。え、なんで並んでんのって感じになっちゃう。なんか例えばじゃあ、それこそじゃあ北海道に行きました、沖縄に行きました、今しか食べられないですそこの味はっていうものだったら並びます。もう一回その旅費をかけて北海道沖縄に行かなければなら食べられないものですっていうあれだったら並びます。でもなんかそれこそこの間なんか友達とめっちゃ前ね、なんか糸庄に行きたいねって話になって、そう、富山の美味しいもつ煮込みうどん屋さん、めっちゃ前なんですけど行きたいね、寒かったんですよその日。そうで、だから行きたいねって話になって、でその友達があの車を回してくれて行こうってなったんです。やばい、もうディズニーぐらい並んでて、いや本当にもうなんか下手したらマジディズニーの方が並んでないアトラクションあるよぐらい並んでて、そうえ、もうそんなん絶対並ばんみたいな気持ちでした。え、もうすぐやめたそこ、もう寒くても糸塩食べたくても無理みたいな、この行列に並ぼうと思わないみたいな、ほんとそんぐらいほんとにやばくて、え、ほんとにマジ It's a small world の方が並ばないよって思ったその方がすぐ入れる、シンドバッドのアトラクションの方が秒で入れるぞって思いました。はい、意味わかんなと思いました。だからそうやってそのいつでも行けちゃうような場所に並ぶのは絶対にしない。何があってもしない。
がわからない。そうだからそんな感じです。私はでももちろんなんか友達とご飯に行った時になんか友達が絶対にここのご飯が食べたいですっていう感じだったら並びますよ一緒に。はい、そこは別に並びますよ。うん、それは別に全然付き合う、それに関しては。ですよね、並んでるお店が必ずしも自分の口に合うか合わないかっていうのは、必ずしも自分の口に合うわけではないじゃないですか。めっちゃ並んでるお店が、うん、だから並んでるから入るっていうのも違う気がする。せんべろってわかる？え、なんか七瀬がこの間あれでやってたやつやってなかったっけ、なんか YouTube でやってなかったっけ。見てないけど見てないけど、だから今 YouTube も見てない、全然他の YouTuber さんも私が好きな YouTuber さんとかも見れてないんですよね本当に。ドラマとか一切終えてない、マジでやばい、辛い、無理、しんどい。でも登録してるからどんな動画を上げてるかとかは知ってるんですよちゃんとそうそうそう、金曜日の女性公演女性枠もダメでした。なんか倍率上がってんの、なんかダメだったって言ってる人多すぎ今回この2日間。オオカミに斉藤渚ちゃん出るの楽しみ。あ、なんかあれ見たわインスタ、マジと思ったもん。なんかだいたいそういうの見るとなんか知ってる人いないかなって探すんですよね私。そう今回は2人いました、1
人はそう斉藤なぎさちゃん、イコラブ、元イコラブので、もう一人は別の恋愛リアリティショーに出てらっしゃった、恋捨てだったかな、に出てらっしゃった男の子の方。そう、2人が出るので、私が勝手に知って、どっちも勝手に知ってる人なんですけど、はい全然向こうは私のこと絶対知らないですし、どちらも、はい、ましてや喋ったこととかなんて一切ないんで、あれなんですけど、2人とも、そう、やっぱ勝手に知ってるとしても勝手に親近感みたいな、勝手に湧いちゃって、なんかね、応援しちゃいますよね。急に今写真のフォルダ整理してんのおもろくない、自分何してんだろう、マジ。ネモースの続きが気になります。いつ放送だろう、1週間後とかかな、2週間後、1週間後。あ、ロガールのあれしなきゃ、ツイート放送と、ハルピョンは毎回自分との遭遇画像を見てたことだ。続きトムさん企画、あさって16日の19時半から、ありがとう教えてくれて、16日の19時半からトムさん、ネモースって書いとこ、トムさんって書いたら分かんないやありがとう、あ、ドボンの話か、ドボンの遭遇画面か、そうなんですよ、毎回私出るんです、いらないいらないんすよね、毎回出るの。あ、ネモースの予告でアヤナンさんと私の食事内容とトムさんとサホさんのチームが違ったのは違います。なんかどこまで言っていいのかわからないので、ちょっとあれになっちゃうかもしれないんですけど、基本的には一緒です、同じものを食べました、はい、ただその机に置いてある量が違う、なんていうの、その机に置ける量が違って、そう、置けなくて、豪華すぎて全員分机に置くことができなかったので、違うように見えたんですけど、一緒のものを食べました。ただどっちが払ったかとかは、まあ、次の放送で
明らかになるよって感じですかね。楽しみにしといてください。ごめん、何回言わせんだって感じだよね。すいません。この時の自分の顔漏れてないから、自分のピッあれ出したい。あ、出た、自分のシークレット。やば、すご、なんで、え、すごくない？一回だけ引こうと思って、私が入ってるやつ引いたら出た。え、すごい、やば、すごい。え、今ちょっと結構びっくりした。なんかバレンタインっぽいインスタのストーリーあげるね、後で。TikTok はあげたもんね。なんかバレンチョコレート苦手でもバレンタインっぽいことはしないと、アイドルだからさ、一応ほら。この前のじゃんけん、なんだ、じゃんけん何した、私。あー、あれか、ちゃんと好きと言えばよかったの前、女子高生はやめられない。バレンタインデーキース、 TikTok で載っけたわ、見て。意外と11時まで結構すぐだったな今日、じゃない？なんか意外とめっちゃ喋ってた気がする。あれ、そうだよね、なんかバレンタイン11時って言ってて、なんかギリギリのんびり行くかなと思ってたけど、達成してよかったです、ありがとうございます。今日何喋ってたっけ、でもあんま覚えてないんだけど、何喋ってたっけ。他愛のない話しかしてないかも、まあ、いつもそうかね。アボカドのパンの話、卒業旅行の話、確かにそこら辺か。給料の話なんてしたっけ、全然覚えてないや、ごめん、忘れました、すいません。あ、風が吹けば桶屋が儲かる的な話か、したわ。え、すごい、1万5000人も来てくれてる、ありがとうございます。マジ全員ピョンズになったらマジ強すぎるんだけど、じゃない、スペードって言うから。
わ最悪。せーレアクッキー引いちゃった。クッキー割る意味あんまないんだよね私今。なんでクッキー割ってんだろう。まあいいや。ありがたいことに明日もお仕事で、明後日も、明後日は違うか、しあさってかお仕事、明後日休みだ。何しよう。最悪ドボンされた。明日劇場、しあさって劇場か。18リアルお話し会、19もお話し会。体調管理だな。スラムダンクを見に行く。だってまださ Hulu さんでアニメ一個も見てないんだけど。まだ無理。そうだ。まあいいや、ちょっと一回また明日確認しよう。皇居の周りを散歩したらいいと思います。だって無理、足痛い。ループで散歩しよう。ループで散歩しよう。今日めっちゃ湯船に入りたい気分なんだけど、それより寝たいから寝ます。はい、最近よくドボンで会うメンバーとかいます？ハルピョン以外、この人めっちゃ合うよみたいな。
間違えた、なんか謎にゴールドスプーンで普通のクッキー開けちゃった。めぐみちゃん、おりんちゃん、そうだよね、なかなか、ね、17期にあったツイートはよく見ます。うん、私もまた時間あるときに、それこそドライブがね、今日できると終わっちゃったし、またちょっとずつやっていこうかなと思います。うん、公園のドッポンタイムはやってますよ、だから今私やってる、今日10日の分のドッポンタイムやってます。言うの忘れてて、やるの忘れてた。そうだから今やってる。マリアちゃんの UR ゲット、生誕だったよマリアちゃん今日。今日やること多いな。とりあえず SNS 系だけ早めに頑張りますね。ツイート、バレンタインのストーリー、ドライグとロガールのツイート、よし、なんか気持ちよくドボン返しで終わった。お風呂先入る？どうしよう。いや、まずツイートだけやって、お風呂入ってドライヤーしながらフリブイ見ます。よし、完璧。明日の配信は前も言ったと思うんですけど、覚えてないかもしれないからもう一回言うんですけど、なんだっけ、午前中か、まあ、昼過ぎか、まあ、公演前に1回やって、公演後にも1回やるっていう感じです。なのでぜひよろしくお願いします。ということでドボンは終わり、ドッポンタイム終わりですってツイートする。私あゆちゃんと戦ってたらしい、アップガの鈴木あゆちゃん、あの応募してくれてて、あのなんだっけ、テレ東さんの企画に応募してくれて、一緒に共演したアップガールズの子いるじゃないですか。マニキュア塗りながらドボンしてたらハルピョンさんに遭遇してテンパった挙句ドボンしてしまった。なんかドボンされた人いっぱいいるからな。え、待って、なんか一人さ、なんか綾菜さん推しなのか私推しなのか、なんか誰推しなのみたいな人いたんですよね。あれ、その人かな。え、誰だろう、わかんないけどツイートしてる6分前にツイートしてる、おもろい、かわいいえー、名前ちゃんと、ピョンズしか名前見てないし、あ私のカード使ってる人しか名前見てない、そう
マジで申し訳ないけどピョンズ大好きって感じだから、私のカード使ってる人しか名前見てないんだよな。これから私のカード使ってください。ぜひ私に名前見てほしい方は。ということでランキングいきます。1位、アーターさん、アーターとピョンズさん、タワーありがとうございました。ありがとう。アリスタワーめっちゃ可愛かったです。ありがとう。2位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。4位、ズーデスさん、ありがとうございます。5位、パンダさん、ありがとうございます。6位、スミちゃんアット曇りメガネさん、ありがとうございます。8位、 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。9位、ネバーストップアット娘からのチョコが友チョコの失敗作だった親あるあるですね。はい、私もよくパパに友チョコの失敗作っていうか、なんかちょっとなんか顔描いたやつとかの、なんか顔がへいってなっちゃったやつとかあげてました。10位マックミックさん、ありがとうございます。11位コロパックルさん、ありがとうございます。12位タケニーやっとドライグありがとうございましたさん、ありがとうございます。13位ともゆきさん、ありがとうございます。そしてラッキーた18位はフェンリルさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日の配信もぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで16148人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃった富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。明日の公演、皆さんのお声があるのとっても楽しみに待ってます。ぜひあの後で755で明日の公演来る人ってあの聞くので、はーいって本当に来る方は はーいって言っていただけると嬉しいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。明日たくさん声出せるように皆さん早く寝てください。こんな時間まで配信してごめんなさい。それではおやすみなさい。バイバイ、ありがとう。またね、おやすみ。